日焼けマシーンの一例日焼けマシーンとは、紫外線を肌へ照射することによって日焼けを施す器具。その日本語名称。日光浴や日焼けを目的としたベッド型や椅子型の用具を指す語として、イギリス英語にはサンベド、サンベッド、アメリカ英語にはタンニングベッドがあるものの、これらは機械である必要がない点で、日本語の日焼けマシーンの対訳語とは言えない。 これら英米の語に対応する日本語としては、御社語のサンベッド及びタンニングベッドや日英混種語の日焼け用ベッドがある。日本語で言うところの日焼けマシーンは、主に全身を日焼けさせる機械と顔付近を集中的に日焼けさせる機械に分かれる。もともとは医療用、または日照時間が少ない地域での健康のために使用する装置として開発、販売された。 日焼けマシーンの使用日焼けマシーンには特殊高圧水銀ランプと低圧水銀ランプが目的別に設置されていて簡単に日焼けすることができるように設計されている。各ランプは衝撃を保護するためにアクリル、ガラス等で守られている。光線の波長としては350ナノメートル付近の日焼けに最適な光線が放射できるように各メーカーによって調整されている。まず、 日焼けの深度が比較的遅い顔面用として使用されるのがメタルハライドランプで、このランプは通常400ワットから2000ワットのものが多く使用される。顔面専用機の多くは3面となっており、最大級のもので 2000WX3 ということになるが、確かに照射から20分もすると日焼けの進行は顕著に現れるもののメタルハライドの特徴として、 実際のサンタニングに有効である UVA のほか、火傷を引き起こす UVB、そして殺菌作用の強い UVC が含まれることから、ランプ全面には絶対にフィルターをつける必要がある。このフィルターを外したり破損したまま、使用した場合の皮膚に与える悪影響は、実際の太陽光線以上であるので、注意が必要であり、炎症を起こした場合は、医師の診断が必要になる。 低価格な家庭用、数万円のモデルも存在するが、業務用とは本体価格効果が出る時間も圧倒的に違う家庭用の多くは 40WX8 本付近が多いベッド型の多くは、顔面部分にメタルハライドランプを取り付けている。家庭用として、有名なオランダのフィリップス社からも4 0 0 w 一等型のメタルハライドマシンが発売されている。次に、全身用。 または低価格用モデルとして使用されるのが、蛍光管型ランプで 5W から 200W 程度のものが多く使用されている。メタハラに比べて紫外線出力が弱いため、日焼け効果が出るまで時間がかかる。例えば 40W 蛍光管の紫外線出力は、わずか数 W から 10W 程度にしかない。このため、多くの機種で蛍光管を大量に取り付け、 迅速な日焼け効果を狙っているが、縦型、ベッド型を問わず大変な高温になるため、強制ベンチレーションシステムを取り付けてあるものが、ほとんどである。家庭用の小型マシーンは、消費電力が小さいため、家庭用の1 0 0トで作動するが、業務用の日焼けマシーンは2 0 0トで動作するものが、多い。日焼けサロンに設置されるような大型の日焼けマシーンの、 作動には3小2 0 0トの電気が必要である。日本の場合、日焼けマシーンは、ほとんどが輸入品であるため、家庭用日焼けマシーンを除いて輸出国の電圧に変換して使用しなければいけない。そのことから、日焼けマシーンにあった適切な変圧器によって2 0 0トを2 3 0四4 0 0トにする必要である。生産国によって、 商用電源周波数が 50Hz、60Hz の2種類が混在している場合があり、本来地域にあった機械を使用すべきであるが、60Hz の機械は数が少なく単層使用の場合が多い。60Hz の機械は関東地域に設置すると出力が低下するので注意が必要である。日焼けマシーンを複数台使用するなどにより、消費電力が電力会社の規定値を超えると、 キュービクルという効果で大型の変圧設備が必要になる。現在のマシンは多種多様で大きく顔面専用、半身用、縦型、ベッド型、さらに横型一方向照射型などがある。家庭用については顔面用、半身用、一方向前進用でその多くは蛍光管を使用した低価格モデルが主となっている。以前は家庭用においても 出力の高いメタルハライドを使用したモデルがいくつか存在したが現在はごく一部になっている。世界保健機関の国際眼研究機関による発眼性リスク分類では日焼けマシーンはアスベストやタバコに並び最も高いグループ1に分類されている。紫外線に当たることにより体内でビタミン D の成形に役立つが日焼けマシーンで浴びる UVA や UVB は ビタミン D を生成する能力が低いことも分かっている。基本的に日焼けは皮膚の防衛反応であり、メラニンを発生させることにより、深層部分の細胞及び組織の損壊を防ぐことであり、防衛反応イコール拒絶ということになる。現に、若い頃大量の紫外線を浴びたものは、皮膚のたるみ、シワ、シミがそうでないものの数倍以上となり、 皮膚癌発生率も極めて高い中でも、悪性黒色種は発症リスクが1.2倍に上昇する。そのため、アメリカでは24以上の州で未成年者の日焼けサロン使用に親の許可を求める法律が制定されている。また、イギリスでは18歳未満の日焼けマシーンの使用を禁止する法律が制定された。紫外線を長時間強制的に浴びることにより、 眼球にも非常に強烈な悪影響が発生することが挙げられる。紫外線ランプに限らず、眼球直近での光線を大量に浴びること自体問題があるのであるが、目をつぶれば平気と思われがちであるが、紫外線の大部分はまぶたを通過する。そのため、ドイツなどではゴーグルの使用を義務付けている。大量に紫外線を浴びることにより、白内障や 網膜の細胞等にも重大な悪影響が出る。日焼け依存症問題。これは日焼けをすることにより、見た目が変わるのに快感を覚え、その行為がどんどんエスカレートしていく。しかし、本人は自分自身を毎日観察するため、日焼けの進行の感覚が完全に麻痺し、毎日何時間もの紫外線照射を繰り返すことになる。依存症の多くは、 海やプールでの日焼けに始まり、自宅の庭やベランダなどでも日焼けを行うようになるが、夏以外の季節は、外での日焼けが思うようにいかなくなることから、日焼けサロンや、家庭用マシンを購入してまで日焼けに走るなどである。米国カリフォルニア州のブラウン知事は、2011年10月9日、人工的に紫外線を出す、日焼けマシンを14から18歳の若者が使う。 ことを全面的に禁止する法案に署名した。カリフォルニア州上院のテッドリュー議員は CNN とのインタビューで7年にも同様の法案を出したが可決されず今回ようやく成立にこぎつけたことは非常に嬉しいと述べた。また同法によって多くの命が救われ不要な苦しみが避けられることを信じていると語った。イギリスでは2010年18歳未満は 装置を使用できない日焼けサロンの規制法が成立した。ブラジルはすでに日焼けマシンの全面禁止に踏み切っている。オーストラリアではノーザンテリトリーを除き2015年以降各州で規制が行われた。ありがとうございます。